こんにちは前回横歩きの定位をオーバーラップで組んだので今回は飛んでいる方のこっちの定位をこっちはヒットイベントで組んでみたいなと思いますまず飛んでいる方の定位を開いてちょっと整理しますとりあえずこんな感じに整理をしてコメントをビギン にしきましたこ,ここのキャストをどうするかに関しては、まあ、別にこれくらいだったらそんなに気にする必要はないかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとその負荷計測みたいなことを勉強してみようかなと思うのでその時にまこれをキャストでやるべきかブループリントインターフェースでやるべきかとか、まあ、他の方法だったりってところも含めてどうするべきかっていうのはちょっと後で、まあ、そんなにすぐではないと思うんですけど検証してみたいなと思いますでまあこれは後で考えるとして まあとりあえず整理が済んだらこのスピアーこの手位の胴体をこのスピアーのコリジョンをコリジョンのプコリジョンプリセットをエネミーポーンにしますで一旦このエネミーポーンにした状態でプレイをしてえっ、ー、と、まあ、見てみれば、まあ、もう一回やってみましょうかこのなんていうんですかね これも壁にぶつかっったたたら止まったりしたんですけど、これ今現状何かにぶつかるとストップするっていう初期設定だとそういう設定になっているので、まあ、そこを修正したいと思いますでどこの設定かというとこのプロジェクタイルムーブメントこのプロジェクタイルムーブメントを触って出てくる設定の中の上からまあ比較的上の方にあるプロジェクタイルバウンスっていうもののこのシュッ っとバウンスこれが、えー、と今チェックが入ってない状態のホルスの状態だと何かにぶつかると停止しますっていうこのプロジェクタイルが停止しますっていう、まあ、初期設定なのでまずここをチェックを入れると単純にぶつかっただけだと止まらなくなりますこれチェックしてみましょうか、まあ、先ほどはここ1回当たったら止まってたんですけど止まらなくなったかと思いきや しばらくすす。ると止まりまりこれが何が原因で止まってるかというとこの同じ項目のプロジェクタイルバウンスの同じ項目のバウンス・ベロシティ・ストップ・シミュレーティング・スレッショルドっていうのがベロシティの値が55っていう数値が何を意味してんだこれ、まあ、この5の数値をあまりうまく説明できないですけどとにかく5より、えー、と加速度が低くなった時にプロジェクタイルが止まりますっていう設定なのでこれをまあ0にすると とりあえず自分が試した感じだとここを0にすると止まらなくなるっていう感じなんですよね。うん。これで完全に0のスピードのはずなんですけど動くとまた戻ってくるっていう感じですね。なんでまあこのプロジェクタイルでコリジョンでやろうと思うと、まあ、ちょっとその辺この2つのプロジェクタイルバウンスのチェックがないと止まるっていう状態なんですよね。 もともとこのプロジェクタイルっていうものが別にこの敵用に作られているものではないので弾丸の弾とかそういう話だとしたら何かぶつかったらまあどっかに跳ね返ったりする程度っていう感じなのでもし敵として使う場合はこの辺プロジェクタイルバウンスのシュットバウンスとバウンスベロシティストップシュミュレーティングスレッショルドがまあ注意して見るべき点っていう感じかなと思いますでとりあえず ヒットイベントで組む際の最低限の設定はできたのでここからこのスフィアに対してオンコンポーネントヒットを追加をしますでこれでヒットイベントの処理をここに組んでいきたいと思いますでこのヒットイベントを組む際にちょっとその当たる方向っていうのを確認したいのでそこを確認するためにこのヒットイベントヒットの青いピン、うん、と濃い青のピンを右にドラッグして まあ特に検索することなく出てくるブレイクヒットリザルトを出しますでここの値のこインパクトノーマルっていうのをまた右にドラッグしてこの一番下の方にあるブレイクベクターってやってあまずこれブレイクする前にとりあえずこ,これをそのまま見てみましょうかプリントストリングこれでプリントストリングでこのインパクトノーマルの数字を見たいと思いますプレイしましょう えっと値を見てみると今現状 x が1って出てると思いますで逆側逆側に行きましょうかあまあいいや上、うん、いいじゃんとあっえっ、ー、と 左側にいる時はマイナス1で上上から上から何かこう衝突があるとどうなんだマイナス1っていうのがまあ上からの衝撃って感じですねで下からだと下からだとプラス1プラス1っていう扱いですねでこれ斜め側から当たると結構中途半端な数値が出てくるので0.3とか。 なんか結構中途半端な数字が出てくるので、まあ、この辺をまあある程度何回かぶつかってみて欲しい方向はどっちかなって見た上で今回に関してはこの値をブレイクベクターで欲しいのは z の値踏んだ時さっききれいにふけ踏めると真上から踏めるとマイナス1っていう形で。 まあ斜めから踏むとちょっと数値が変わってくるんですけどとりあえずっていう形でこの z の値を z の値をフロートフロートでス0 5っていうのを起点にしてス0 5より小さい値だったら踏んだという判定になってス0 5より、えっと、大きい数値だったらプレイヤーに対するボディアタックっていう形にしようかなと思います。 まあ分岐としてはここでブランチで 0.5z の値が0.5より大きければボディアタックで0.5より小さければプレイヤーに踏まれたので死ぬっていう扱いになります。でこれに関してはプレイヤーかどうか踏んだのがプレイヤーかどうかっていうのをまず設定しなきゃいけないので b キーを押しながらブランチを出して。 アザーアクターから右にドラッグしてイコールでイコールオブジェクトを出してでここの値をプレイヤーこのゲットプレイヤーまあキャラクターでも大丈夫なんですけどゲットプレイヤーポーンで組んでおいてえとブランチにつなげて物衝突したのがプレイヤーだったらっていう分岐を作って気を作ってプレイヤーだったらこっちにつながるっていう感じですねでまあこの辺どういう つななぎ方にしようかなって感じですけどこんなつな繋ぎ方にしましょうか。一直線。こんな感じにしましょうかね。で、あとはマイナス0.5より大きければボディアタック。ボディアタックっていう扱いかな。BPI BP プレイヤーですって感じで0.5よりマイナス0.5より小さい値ってことは、まあ、上から踏まれたら BPI。 ローンチっていう形で、うんと、このターゲットをどうやって持ってくるか。こういう感じですかね。これまあ、このゲットプレイヤーって持ってきてもいいんですけど、なんか、なんとなくこのアザーアクターから引っ張ってきたいなという気がするので、まあ、こっちから持ってこようかなと思います。処理としては、ゲットプレイヤーポーンを繋いでも全然いけるんですけど、って感じですかね。で、あとはこっちに、ですっていう形で、プレイヤーに踏まれたら、 が死ぬっていう形にするんですがとりあえずここまででちょっとプレイヤーに当たってし、えー、とプレイヤーが死ぬっていうのは一旦外しておいてプレイしたいと思いますでこの状態で踏むとえっ、ー、とローンチジャンプがかかるっていう状態でもうとりあえずこれで あとは死ぬのを確認してプレイヤーが死ぬのを確認して、うん、プレイヤーがぶつかると死ぬで上からあ上から上から難しいあああ,あこのあれっすねこのゲームオーバーになった時にゲームオーバーのハットが なんかエラー入ってるんで、まあ、そこはウィジェットの項目をこのあとィックとかの説明をした後ウィジェットの説明をしようと思うのでその時くらいには直そうと思いますよいしょいやどうどうやったら踏めるんだあれよいしょあ,あそっか踏んでも今の状態だとローンチローンチ後死ぬっていう扱いになってないので とりあえず踏むっていう踏めば横から当たったのとは違って死なないっていう状態ですねなのでとりあえずここは分岐ができてるなあとはここにですですと前回作ったダメージ処理とですダメージとですの関数というかまあ処理を組んで仕上げたいなと思いますって感じですかね 今日はここまでって感じで次回もよろしくお願いします。